有名ですね。有名です。はい。すごいですね。あれ、ちょっと僕南地さんのこともっと勉強しないといけない。お願いしますよ。スラスラスラっと。いや、今日はワカサギ釣りなんですけども、はい、まずはどうでしょう。ワカサギ釣りはされたことありますか。ないです。釣り自体は。釣り自体は昔あります。じゃあ今日はワカサギ釣りということで、そんなにやっぱり難しい釣りではないんで、楽しく釣ってもらえると思うんで。よろしくお願いします。今日は仲良くやっていきたいと思います。デートなのになんかちょっとか感じが硬いんですけど大丈夫ですか。これが船に乗って2人で出てって帰ってくるともう全然距離感が違うのでじゃあその辺も期待してればいいですか、はいはい、よろしくお願いします。はい、ドキドキしてますか。してます。大丈夫ですか。はい。うまい。ただえうまい。どっちかというとこっち向いてほしいかな二人とも。あこっち。こっち。僕の方今映像撮ってるから。そう。船に乗った感想はどうですか。怖いです。怖いですか。あの落ちる人も見えるみたいなんで気をつけてくださいね。頑張ります。落ちたら寒いです。そうですよね。これ緊張操作だけ。そうですね。もう一回オンが電源オフ兼ニュートラルです。はい、で、全身がマルフィストからもその辺が入ります。はい、バッフィストからはい、なるほど。そんだけです。はい、いってらっしゃい。はい、ポイントに到着しました。はい、今から仕掛けですか。そうですね、仕掛けを。寒くないですか。お着替えを二人ともしてます。ボカボカですか。防寒着持ってきてよかったです。釣りを早速始めました。どうですか。反応ありますか。いやまだないです。ワカサギ釣りって反応は分かりやすいんですか。竿先にピクピクってくることとか手元にピクピクってくるんで、その小さいあたりが楽しいんですけど、ぜひ味わってほしいですけど、それをピクピクって言われてもあまりわかんないよね。まあブルブルとか。特にこの釣りはあれですよね、動かないから。動かないですね。動いたら落ちますか。あ、来たかな。来た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 。来てます。今ブルブルって来たよね。なりました、なりました。お、すごい。頑張れ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 。初フィッシュ。
そう。あー、釣れた。あ、いた。ワカサギ釣れました。やった。初、初。これはこれは2歳じゃないですかね。やった。ちょっと見してください。すごい。滑る。おめでとう。いや、なんか自分が釣るより嬉しい。いいな。一緒に行った人が釣れるのってちょっとなんか嬉しいよ、ね。普段釣りしてる人が。この調子で、この調子でちょっとジャンジャンしてください。まだ撮ってない。釣れたかもしれないです。それちゃんとワカサギですか。多分かかってても一匹。するとかかってるんで1匹以上かかると結構低いんですよ。いやこれで釣れてないと恥ずかしい。なんと鶴田さんはもう2匹釣ってます。大地くんはゼロです。何もなかったんで、ちょっとカットでお願いします。カットで今ついてないじゃん。なんだろう。ちょっと今のカットしてください。ワカサギに詐欺に会いましたね。すごいつまんないことなのに笑ってくれる。これがデートフィッシングの醍醐味です。なるほど。二人きりだからね、ちょっと無視するとね気まずくなるからね、拾ってあげないとね。つまらないこと言っても拾ってもらえるっていう。どういうこと。引っ張ってきたら釣れてました系ですか。かかってることに気づいてない。気づかなかったです。ありがとうございます。3匹目やった。まさぎちゃんかわいいです。すごいすごいね、調子いいね。はい、ちょっと鈍感すぎてちょっと楽しくなってきた。楽しいです、めちゃ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 、めちゃめちゃいただきました。はい。男の子がデートでなんかちょっとワカサギ釣りに行こうって言ったら、え、釣りって思うけど行ってみたら楽しかったみたいな。あ、そんな感じです。今度こそかかったと思うんだけどな、今すごい当たりだった。こいつ詐欺にあった後にまた詐欺にあったらダメですよ。なんじゃないですか。ワカサギの仕掛けで売る持ってるね、いろんな意味で。そりゃ引くわな。5匹ぐらいいる重さだった。もう引くな、2、3匹がかかっとんだこれと思ったらブルーギルです。ありがとうございます。ブルーギルいただきました。そうです、上下に行きますって言って動かさないと縦に。解説中にヒットす。これは。すごいいい感じだけど、バッテリーがもしかしたら切れそうだよ。マジで。マジで。これ切れたら切れたでまだ持ってるよ、大志くん。急いであげる。間に合う？わかんないな。よっしゃー、釣れた。イエーイ。ワカサギです。上下の重みでバッて持ち上げて落とした時にピクピク。すごい、初。あ、そうじゃん、1匹目じゃないですか。すごい釣った気になってました、魚外して。私の方が釣ってるけどな。ついてる、ついてる。ワカサギ、やったー。お帰りなさーい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。2時間ちょっとでしたけど、
結構楽しかったですね。結構釣れたし、やりがいがありましたね。何匹釣れたんですか？14匹です。14匹。え、ちなみに何匹？7匹。おお、すごい。あれ、大地くん一緒の数しか釣ってないんですか？大丈夫ですか？僕がいろいろ餌をつけたり魚を外したりっていうちょっと男らしさを見せようと思って頑張ったんですよ。本当ですか？キュンと来ちゃいました。本当に。じゃあこれデートフィッシングとしては成功ということで大丈夫？大成功いただきました。ありがとうございます。どうでした？でもワカサギ釣り初めての。なんか投げてから待つ時間も少なくてすぐ釣れるんで、初心者には持ってこいの楽しい釣りだったと思います。いや、そう言ってもらえると嬉しいですね。今日もでも本当はすごい厳しい状況なんです。本当にもっと普段はあのハリーがいっぱいついてるところにいっぱいこうくっついて釣れたりするんですけど、その中でもしっかり小さなあたりを取って、センスが彼女のセンスがすごかったです。よかったです。でもこんな感じで、ね、カップルで来てもファミリーで来ても楽しめるイルカ池、おすすめスポットだと思います。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。今からはじゃあ、犬山のね、観光学生大使の案内で城下町に行ってまいりますので。行ってまいります。はい、今度は僕がサポートしてもらう側で、はい、大丈夫ですか？頑張ります。はい、お昼ご飯です。やった。犬山のご飯はこういう串物が。そうなんです。豆腐を使った味噌田楽が有名で、他にも城下町に串グルメが名物としてたくさん作られてます。いやー、豪華な。じゃあ城下町の串グルメも楽しみですね。うん、でも美味しそうですね。五平餅と、これは定食、なめし田楽定食。ここの三原市茶屋さんの名物みたいです。うん、いやー、ここでご飯食べて休憩しないと寒いんで。ちょうど温かい料理がすぐに出てきていいですね。カレーも頼みました。カレーも、はい。じゃあちょっと味噌田楽いいですか？はい、いただきます。ありがとうございます。いきます。うん、美味しい。美味しいですよね。うん、美味しい。味噌の香りが本当にふわっとして、あったかい、何より。うん、おいしい。五平餅も食べよう。いただきます。はい、城下町に移動してきました。あれ、なんか、はい、増えてないですか？おはようございます。おはようございます。芸人をやっております、アスラと申します。アスラちゃん、はい、よろしくお願いします。あれ、なんで犬山に？なんで犬山に？僕らいつも名古屋で、飲み屋で会う。じゃあそんなことないですよ。そんなことない。ちゃんと犬山の、はい、これ引いてる。人力車引いてます、私は。普段は犬山で。そうなんです。はい、今日ゆりちゃんとはいワカサギ釣ってきたんですよ。そうなんですか？すごい釣り初めてだったんです。はい、上手で上手で。あら、釣りが上手なんですか？上手でした。あれ、美女で。だけど、はい、本業はどうなんですか？はい、犬山の観光学生大使をしてます。これから城下町を私が案内したいと思います。ですね、僕はさっき釣りを案内したんで、はい、今度はちょっと犬山の城下町を、なるほど、ゆりちゃんに案内してもらう。いいですね、はい、花二人でね、案内してもらって、はい、あ、花あやった、花でいいですか？漢字がでも違いますよ、花の。今指差した花ですよ。それも意味わかんない。じゃあ私が人力車引かせてもらって、え、いいんですか？お二人乗っていただいて、はい、で案内をしていただくということで。いや、楽しみですね。今車で通ってきたんですけど、はい、なんか一個曲がったら、はい、いきなり街並みがスッと止まって。そうですね、城下町、ちょっとよろしくお願いします。はい、はい、任せてください。お願いします。じゃあ行ってきます。